今回は埼玉県の東松山カントリークラブである女子プロが練習をしているとの情報をゲット。日本ジュニアゴルフ選手権を制するなど実力は折り紙付きのその女子プロを探していると、こんにちは。もしかしてあなたは。はい、プロゴルファーの菅沼奈々です。する時とか音楽とか聞かない、はい、ああ音楽、練習、トレーニングの時は聞きます。練習する時はあんま聞かないです、うん、やる時聞かないから本番で試合の時、まあ、だからまあたまに聞くかなみたいな。聞くとしたらやはりセクシーゾーン。セクシーゾーンはやっぱりかな。ヘビローテして、はい、もうずっと同じのばっかでもなんか種類いっぱいあるんで、うん、種類曲いっぱいあるから、ね、それ聞いてます。コース的にはどういうコースが好きですか？平らなコースが好きです。アップダウンがあるよりは、まあ、こういう感じが結構いいですね。正面の木でいいかな。正面の木か、いやいや正面の木の左でもいい。できれば右には打ちたくない。右脇意識して、あと前だけね、しっかり振って。うん、そうね。いや、わかんないですよ。私もそんな、そのゴルフ再開してから、3ヶ月ぐらいの間で練習もそんなすごい今まで変えてないし、でも優勝しましたあんま練習してないですかね。でもまあ今までの感覚も、まあ、半年やってなくても1週間ぐらいやったらちょっと戻ったので、そんな変わりないかなっていう感じが一番でした。あんま、あ、なんか意外と大丈夫だなっていう、はい。こだわりはあるの？そのクラブないです。パターはあれもうずっと変えてないんですけど、ドライバーとかウェッジとか、いや別にいつでも変えても大丈夫です。あんまり気に、はい、なんでもいいです。なんでもいいスリクソンよりゼクションの方が私は好きだったので、ゼクション、はい、アイアン使ってるんですけど、そんなに気にしないです。え、顔がどうとか。あ、顔は気にするかも。どういう顔？あのアイアンとかあんまちっちゃいの嫌です。あ、ちょっと安心感。大きい座りがいい感じのやつ。うん、時計は？時計？いや時計の話も聞きたいけど。ウッド系はあのウッドは別にそんなの、まあ大きければ。あ、大きい、はい、ければ。大きい方がいいです。座りがいい方が、あと当たる場所が大きく見えるじゃないですか、うん、だから簡単な方がいいです。もうずっと昔からそうですね、はい。なんかみんな全部同じ似た顔のクラブばっかです。え、なんかシャフトはこれがいいとか、そういうのも全然気になるんですか？ないです、ないです。え、なんでもいいなんでもいい会えばなんでもいい。はい、これどうって渡されて打ってみて、はい、あ、よかったらそれでいいですそこはもう完全感覚うん、感覚で。へ、まあ一応測りますけど、うん、でもその前に使ってたドライバーが使ってた時にこれ出たから打ってみてって言われて、試合の前の日に言われて打ってよかったから、それからずっとあれです試合でいきなり使って。何球ぐらい打って変えようと思った？10球くらい全然なんか、なかなかそういうプロゴルファーいないよね。はい、なんか大丈夫です。なんか大丈夫です。あ、でもゴルフやる前は結構もうなんかゴルフだけに集中してて周りが見えなかったんですけど、そのやめたのがちょっときっかけで周りが見えるようになって、結構そのゴルフだけっていう感じじゃなくなったので気持ちがすごい楽になったので、それ良かったかなと思って。集中しすぎてたので周りを見れるようになりました。なんかず
ともう本当にその一打だけっていう集中してたんですけど、最近音楽がずっと流れてまあそうですね、流れたり、はい、それぐらい今なんかちょっと周りを気にしたり集中しすぎなくなったとこがいいかなと思います。エッジまで125、ピンが144。50まで打っていい。40から50の間でもう45打って、ピンの左のショートサイドは外さない。バンカーとの間が浅いからね。ピンのちょい右狙いぐらいです。木は大丈夫、かかるサイドは言ってないんだけどね。ちょっと頑張った。うん。まあいいや、結構ナイソン。試合だったら名前ないです。ナイソンって言ってます。ただ練習ではちょっと。いやでも今ピン狙ってた。あ、そう。しっかり数字を。そう、守る派。そうですね。はい。私はピン結構行く派。僕が言ってることは聞いてない時ありますからね。はい。なんかその時に言われて、ああそうだなと思ったらちゃんと聞きますけど、そう、返事だけするんですよ。ここはいけそうだなと思ってパパにそう言われてもうんっていうのに全然違う方打つんですよ。聞かないでピン OK って言って打たない。で、打った後に小さく声がはーって出ちゃうんですよ。そっちじゃない。はい、この的には全然、はい、そっち狙ってるみたいな。まあ、あの確率のゲームなので、まあ、比較的確率の高い方を言ってるだけなんですけど、ただあの娘がいや10回打って8回はうまくいくと思ってれば行っていいよって言ってるんで、まあ、今のもピン狙ってうまくいくって思ったんでしょうね。はい、まあ、もしくは入れても大丈夫なバンカーだと思ったんでしょうね。そういうことでしょ。うん、これでもそうですね。はは。ですね。まあ聞くときは聞けますね。まあ1ラウンドに70、針72回打つとしてどんぐらい聞くんですか。4、5回じゃないですか。少な。まあでも試合だったらもう結果だけなので、あ、もうこれでも全然何も言わないです。もう逆にバーディーチャンスって、はい。いいライン。でもこれをね、なんで左打ったんだとか言ってもね、もうそれキリがないので。試合だったらもうナイスオン。はい、心の中ではそう。ピンが何だかな。はい。ここで出す。カップいっぱい。ああ、残ってるからね。はい、そうね。オッケー。はい。ちょっとここも2、3球だけアプローチどうか。バンカーやる。ああ、じゃあ入れてもいいと思ったバンカーね。そうですね。そうですね。はい。硬い。顔いっといて。はい。はい。はい、ボギーです。じゃあボギーだな。結果は気にしないでいいから、ここにキャリーで落としてる。結果は気にしないでいいから。ここがキャリーだったら最高。それはね、結果だけいいやつ。今も出たらちょっと。結果はいい。そう、結果気にしないで。ここキャリーにして、ここ。透明も早いよ、絶対。そう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 、オッケーオッケーオッケー。うん、そしたら今キャリーはぴったり。透明もだって絶対早いよ。いいよ、ぴったり。え、めっちゃ言われます、なんか。いつも面白いねって。こっちは別に面白くないけど。一緒に回ってるプロと。うん、そう、なんか親子だねみたいな。ここはいけそうだなと思ってパパにそう言われてもうんっていうのに全然違う方打つんですよ。聞かないでピン。OK って言って打たない。結果は気にしないでいいから、ここにキャリーで落としてる。結果は気にしないでいいから、ここがキャリーだったら最高。それはね、結果だけいいやつ。今も結果気にしないで。ここキャリーにして、ここ。めっちゃ言われますね。いつも面白いねって。こっちは別に面白くないけど。高校3年生の時の日本ジュニアで優勝して、
あ、いけるかなと思ってプロテスト受けようと思いました。いや緊張しました。もう寝れなかったです。2日目の夜までもうなんか寝れないのはもう寝れないから寝なくていいやと思って寝なかったです。もうなんか本当に緊張して寝れなくて、もうずっとなんかもう試合のことばっか考えちゃって寝れないので、もういいやと思って2時間ぐらいしか寝てない。でも真夏だったのでちょっときつかったです。まあでもちょっと熱中症になりかけました。やっぱ睡眠は大事だなと思いました。まあでも意外となんか完璧準備万端よりはちょっとなんかどっかが抜けてた方が、なんかちょっと腰痛いとかお腹痛いって時の方が調子良かったりするので、それもあるかなと。もう1分間に20球ぐらい打っちゃうんですよね。もうポンコ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 。はい、なのでもうしかもその辺にあるんですよみんなボール。なので親としては1球何十円って考えるともう1回持ってきたくなるぐらいな。でもその当たるのがやっぱり楽しいんでしょうね。飛ぶ飛ばないというよりもクラブに当たって前に飛ぶというのがやっぱ楽しくて、練習場に行くと、まあ、一緒に子供用のクラブを作ってそれで打ってましたね。いや空振りしましたよ。はい、まだだって5歳ぐらいだったんで、最初当たんなかったですかね、どっちかっていうと。覚えてない。まあ覚えてないよね。もう諦めずに通い続けてる。はい。もうクラブを振るというよりはもうこうなんかこうやってる感じですよね。はい、もう本気で叩いてるような。でもそれが本人は楽しかったみたいですね。小学校 1,2 年生ぐらいになるとやっぱりもうしっかり振れるようになってきたので、本人も好きでやってるなっていう感じはありましたけどね。はい。あ、なんとなく。なんだろう。でもやっぱアマチュアの時はお金がかかってなくて、で今はまあお金もかかってるので、まあ、一打一打の大切さがすごい変わりました。なんかアマチュアの時は予選落ちても、まあ、落ちちゃダメだけど、まあ、ちょっとまた次あると思うんですけど、なんかプロになって予選落ちするとゼロだし、経費かかってるし、もう結構。全然違います。よしします。めっちゃします。そのパター打つときは考えないようにするんですけど、打つ前までは思ってます。はい、明日楽だなとかは結構考えてます。最初の春の試合で硬くてびっくりしました。ああ止まんないっていう。で最初私代金出なかったのでコーチから出たんですけど、はいはい、めっちゃ硬くて、で風も強いし難しかったです。そうですね、でもめっちゃなんか楽しそうだなっていう感じがありました。はい、ここね、あの木の左の浮かんでる木当たりました。左の木のライン、はい、へこんでる木？へこんでるってのは分かんないと思う、多分。ちょっと、わかんない。ちゅってなってるとこ。あの、ちょっと待って、一番高いところで、一番高いところ。一番高いところと、うん、一番右端の真ん中からちょっと右目。あそこを打つの？あの、はい。ちゅってなってるところ。林の上ですね。はい、林の上を打つと。はい。ままそれでいいからさ。締めてしっかり前に行って、左に帯びしちゃって構わない。そう、よいしょ、はい、あそこなら大丈夫です。狙い通り、はい、いやだからその他人の選手、まあ、他人というか他の選手のことは結構客観的に見れるんですけど、やっぱり自分の娘となると少しこう主観がどうしても強く入ってしまうので、まあ、やっていけるのかなとか、まあ、いろんな思いで、しかも回る方がそれこそ、ね、往年の横峯さんであったりとか、もう本当にトッププレーヤーともあるじゃないですか。その中で萎縮してできないのかとかいろんなことを考えましたけど、まあ、やってみると意外と、はい、物おじせずにやってくれたんで。あでもアースモンダミンかな、初日すごい良かったので
それですかね。あ、でもあんま体調良くなかったんですよ。だからやっぱそういうのあるかなと思って、ちょっとまあ緊張して寝れなかった、それあるかな。はい、モンダミンでシンさんとシンチエさんと回った時に、はい、あのすごいって思いとともに、でも追いつけない、まあすごいんですけど、すごいんですけど、あ、同じレイヤーで戦えるのがすごい嬉しかったですし、はい、あの目標の選手ですし、はい、すごく戦えるっていう手応えはありましたね。はい、はい、話を聞いてどうなんですか、お父さんがああいうふうに話して。あ、まあでもなんかそんな感じ別になんかそんなすごい人と回るってなって、うん、おーってなるんですけど、なんかもう回ってみたら、うん、なんか敵だし、うんうん、ライバルっていうか、まあ相手だから、うん、気にせず普通に回れます。まあ、まだまだ体力であったり技術面であったり足らないことがほとんどなんですが、届かない世界ではないのかなと思いながら、はい。え、お父さんとは何かあんま話さない仲いいんですけど、うん、そんな話はお母さんとずっと喋ってるんで、なんかくだらない話とか終わってみて、うん、今日の反省点とかそういうの話しますけど、なんかやってそういう時とかゴルフしてない時はあんま話せない、ゴルフの話は学生の頃は友達と練習ラウンドすればとか、うんうん、先輩と回ればって言っても意外と一人で回ってましたね。うん、自分の何かがあるんですかね。そうですね、そういう部分では先輩とは試合で盗めばいいと、うんうん、いう考えみたいですね。はい、暑いですね。10月のもの。ピンに打っていくよ。上り下りない。ピンまで101。ピンに打つよ。ピンが止まらない。ピン打つ。じゃあ100ヤードぴったり打って。で戻った分は構わない。100ヤードぴったり。戻らないように。でも左右5ヤードずらさないで。しっかりラインを出して。ちょっと弱いかも。でもこうやってコースで練習させてもらうのはかなりやっぱりアドバンテージというか。そうですよね、はい、しかも環境あって、はい、でやっぱり友達とだと比較的こう遊んじゃったりとか、練習ラウンドいくらいいプロと回ってもいいプロも本気でやってないので、意外と参考にならないんですよね。で試合であの球打つのに練習ラウンドは全然違うんですよね。なのでやっぱり試合で盗まないと、練習ラウンドではなかなか盗めないですね。アプローチの種類、高い球とか転がしとかそういうのがすごいなと思うので、そこを増やしていきたいです。2種類くらいなんとかなるんですけど、まあでもなんかもっとあったらかっこいいので、もうちょっと練習してやりたいなと思います。そこからまあまあ早いでしょ。激レベルだよね。それでも止まんないな。ここは早いよ。この間のダンロップを思い出せ。もうちょい上げてみる。それとももうちょい手前に落とす。手前に落とす。それは今失敗したろ。それは多分皆さん分かってる。失敗したねって。いやでも分かります。これ難しい。いやいや分かんない。分かんないからだってプロだもん。上げるのは得意なんですよ。転がしが苦手で、なんかすごいピンが奥の時に9番アイアンとかピッチングでアプローチするプロ結構いるんですけど、それの距離感が分かんなくて、それ今練習してます。ちょっとピッチングとか使ってみたいです。まあでもあのね、プロだから3、4、9じゃなんとなくスピードはね、いやもう大丈夫、うん、プロだもん。まあまあそうね、そうそう、低い球でね、障害物何もなければいいんじゃない。まあ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 ね、ナイスパーティーめっちゃ意識します初めてだった、優勝争いが初めてだったっていうのもあるんですけど、リーダーボードが、まあ、ホールごとにあるので
ずっと見てました。 あと2打だなとか結構考えてました。あでもあの試合で、まあ、やっぱあの新十さんがまあダントツっていうかだったんですけど、まあ、でもなんかすごい絶対できないわけではないなと思いました。なんか私でも優勝頑張ればできそうだなっていうのはあったので、まあ、あの試合でちょっと自信になりました。まあ、1個上は黄金世代で私の世代も優勝2人してるので、まあ、ずっとちっちゃい頃から一緒にやってた子とかもなので、まあ、私でもできるかなっていう感じです。今日はこれで、はい、終わりました。今日この後どうするんですか。あ家帰ります。家に帰ります。家帰ります。菅沼奈々さんのお家、はい、行ってもいいですか。ぜひお願いします。じゃあお邪魔します。はい、お願いします。ちなみにどれくらいかかりましょう。1時間半くらいです。頑張ります。はい、お願いします。